皆さんこんにちは、カトレアです。今回はロゼチコを使って対戦していきます。一戦目は、Y さんクロム。対戦よろしくお願いします。直近でまたロゼチコの動画になってしまいました。最近ロゼチコにハマっており、使用頻度が高くなってきています。もしかしたら、このままサブ候補入りかもしれないです。ちょっと話がずれますが、今回の動画は参戦しようです。今まで2戦にしていたのですが、3戦にしても変わらないかなと思いました。コメント欄で、2戦がいいか、それとも3戦まとめたものがいいか書いていただけると幸いです。コメントがあるとやる気が出るので、皆さんご協力お願いします。とりあえずこれでバーストです。ガス当てでも強い空下なので、復帰阻止に多用してしまいます。空後が本当てだとバーストしていましたね。ガス当てで助かりましたが、クロムの空後は要注意です。弱から反転空後のコンボがあるので気をつけましょう。下強起きすぎですね。攻撃上がりで届く範囲なので、安定の攻撃上がりで OK です。少し距離を取って弱起きされていた方がプレッシャーに感じます。残念だったな。クロムやアイクのウェディ復帰ですが、無理にいかないことです。読みやすく、早期撃墜もできるのですが、怪しい時に行くと自分だけ撃墜するので、少しでも自信がない場合は狙わない方がいいです。さすがに寿命だったので仕方ないです。1ストック有利なので積極的に狙えるので問題なしです。回避上がりが多かったので横スマを置いてバースト。対戦ありがとうございました。2戦目は、ミスターエデンサンベレス。対戦よろしくお願いします。ファイヤー復帰のベレスなので、崖外で少し小突くだけでバーストできます。しかし、ウェディを合わせられるとバーストされる恐れがあるので気をつけましょう。少しでもダメージを与えたかったので空上をしています。ステージに戻れるまでの時間は確保できるだろうと踏んでいっています。不利展開になる場合は、崖での読み合いをした方がいいと思います。復帰阻止後、早めに戻ったことによりバーストされずに撃墜できました。50% 超えていると下に叩きつけられるので、復帰阻止は注意が必要です。空下を当ててバースト。対戦ありがとうございました。続いて3戦目は、ウッタンサンマリオ。対戦よろしくお願いします。3、2、1
マリオのクーエヌ対応がまだまだ甘いので好き放題されています。ガードしておけば問題ありませんが、しかし掴みとの読み合いなのでじゃんけんするしかありませんね。積極性があまりないマリオのようですね。様子を見ていると思いますが、追撃チャンスを逃しているといきなり攻撃が当たらなくなることがあるので、少ないチャンスを確実に活かしていきましょう。話している間にクーシタでバーストしましたね。クーシタバーストができたので、これは勝てます。ジンクス?ってやつですかね。前の2試合もクーシタが決まっているので、あながち間違ったことを言っているわけでもない気がしています。腰の圧力で移動回避を出させバースト。ファイターによって移動回避の距離が異なるので、他ファイター使いは注意してください。また、サブファイターを探す場合は、メインファイターの移動回避距離と間違えないようにしましょう。対マリオ戦で崖つかまりの時、一番やられたくないことをやられてしまいました。読み合いもありますが、崖奪いから撃墜はされないように気をつけたいですね。移動回避を2分下でバースト。対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。